半負けの本家の半魔岩先生です。昨日ね、政府の方に、私がね、貸してる、その駐車場、政府に貸してる駐車場をね、買ってもらえませんかということでね、ちょっと、日本政府の方に電話したんですよ。たらね、価値とか価格調べてね、調べて考えてくださるということでね、長距離電話なんですけども、日本政府の方にお話しさせてもらったんですね。僕にとってはね、駐車場の家賃収入はね、みんながもらう年金ぐらい入るんでね、大変な財産なんですよね。で、その財産を売ってしまうかということでね、一応、来月僕は還暦、10月17日生まれでね、1958年10月17日で、来月で還暦になるんですね。で、60歳になるんですよ。それでね、財産の管理とかまとめということでね、いろいろあるんですけれども、効率よくね、また保険をかけたりとかですね。で、保険もちょっとかけたんですけども、人に間違ってね、人のペットを傷つけちゃったりとか間違ってとかね、人に傷つけちゃったとか間違ってね、とか、人のものを壊しちゃったとか間違ったとかね、1億円とか3億円ぐらいは支払いができるということでね、こちらは、間違った時にね、そういう保険ですね。それとか、財布持ってて盗まれちゃったって言ってもね、保険でこちらのせいじゃなかったら、出して、保険で OK だということですね。当然、家の家財盗まれたとかね、暴風で、破壊されてしまったとか、そういう保険も入ってるんですけれどね、それ以外に、政府の方に、買っていただけないかという、保険の、私のその財源のまとめでね、買っていただけないかということで、大きく言ってですよね、私にとってはね、年金、同じぐらい年金になるんですよ。ね、一流会社でもらう年金並みに、私にとっては同じようなもんなんですよね。駐車場の家賃っていうのは、大げさに私の方で言えば、同じぐらいはあるんですね、楽にね。それを売ってしまうということでね、考えての、ちょっとまとめということで録画したんですけど、間違いないようにね。で、大変良い土地の駐車場なんで、運営も素晴らしいと、のを売ってしまうわけですね。年取ってから村長やってたじいさんのものだったんですけどね、私の方に代々から回ってきたということですね。それで所有しているわけですけどもね、本当はね、子供にね、まだですけど、子供にね、
社会で生きるの時にね、大変な時があるんで、生活費になるんじゃないかということで、与えるものなんですよ。これも代々そうなんです。そうなっているものなんですね。生活、社会で生きる時に大変だということで、ね、自分の子供に与える財産なんですよ。代々ね、駐車場の不動産ね。で、お金が入りますからね。それもお貸ししてるのは政府でしょ。だから安定して入ってくるわけですよ。で、何も言わなくても値上げしてくれるしね。政府の方でね、価値なんか計算してくれてね。で、大変親切だし、非常に普通の不動産と違って価値が高いんでね。それで使ってもらってるところはね、学校なんで、政府のね。で、もう駐車場なんで、非常に間違いなくて、非常に良い財産なんですね。で、駅にも近いしね。だから、これを、まあ、保険としてまだわからないんですけど、私の方のね、状況でね。で、今年いっぱいで終わりには、もしだったら売ってしまう方がいいんじゃないかという、ちょっとね、来年と考えてたんですけどね。で、1、2ヶ月ぐらいは要時間があるんで、お願いしますということで、協力をお願いしたんですよ。で、政府の方も、ね、家賃で払うよりか、政府の方でずっと使う、で、プラスになるんじゃないかということがあるわけですね。で、地価も上がってきたしね。他の土地もちょっと売ったんですけども、買ってもらったんですけども、かなり高価な値段で